皆さんこんこにちは本日は甲羅城が紹介します甲羅城は現在の長崎県東園木郡にある場合昔の肥前の国やねアクセスとしては川端駅から徒歩30分ほどやねバスもある駐車場はなかった現在の甲羅城は畑になっとって失われと利口も多かったけど甲羅城の石碑のあって 今地に城のあった言葉、勘違くこともできるね。高羅城の歴史については現地の説明版と概要欄に記した参考文献は参照しております高羅城は川田川の下流近くの小高か丘ば利用して築城されとります築城年代は未生やけど鎌倉末期から室町末期にかけて根治法が支配した土豪の城と考えられとって 在地領主、川田名氏または甲羅市の居城となって後に大村市の出城に組み込まれたとされております。天文2年西暦1533年には大内義高の軍勢のうち阿蘇市が侵攻してきたものの矢継氏は対象として立てこもって敵は討ち取ったとされております。 なお五反田郷の阿蘇勢瀬は阿蘇市が討ち死にした地でその首塚が近くの祈りだに作られたと伝わっとって付近には五輪塔が数多く見られます。また城の東南部には七条寺跡西北部には極楽寺跡のあってそれぞれ法教院とその他の墓石が残っとって甲羅城市と何らかの関係のあったと考えられております。 川多町教育委員会による城の説明版も甲羅城市と七条寺跡になっとった城の構成など詳細は参考文献の「日本城郭体系」はご参照ください甲羅城は構成の改変があるとはいえ完全に失われるようなことはなく残されております周囲には片平城や風南城小峰城など城のいくつかある 変わったらないお越しの際は寄ってみてはどうなんでしょうか。ご視聴くださってありがとうございます。